こんにちは、粟田洋介です。なんかこういう100均の古い額を見つけたんですけど、一応ガラスが入ってて、で、そこの板はこういう段ボールです。んで、こういう額なんですけど、かなり安っぽいです。でもこれちゃんとこういう溝が入ってて、で、こういうところもきちんと綺麗に作ってあるし、なんかちょっと一手間加えてみようと思います。ガラスはそのまま使うとして、この段ボールがちょっといけないと思うので、さっき100円でこの板を買ってきました。この厚さと、このガラスの厚さを合わせると、ちょうどこの額の溝の高さと同じぐらいになります。でもこれ普通に作っても面白くないし、ちょっとどうやろうかなって考えながら作っていこうと思います。この段ボールの大きさに合わせて線を引いてノコギリで後で切ります。額と同じ大きさにも線を引きます。で、ここをノコギリで切っていきます。今となっては数週間前の話ですが、ベニヤ板を切りました。で、使った紙やすりはこの120番というものです。で、数週間の間いろいろ考えて、この小さい方の板を切り抜いていこうと思います。額に入るとここの部分が見えなくなるので、額に入ったことをイメージするために、額に入れて線を引いていこうと思います。あんまり複雑な形にしてしまうと切るのが大変になるので、こんなもんにしようと思うんですけど、あんまりシンプルだとつまらないので、こんな感じにしました。こんな感じにしようかな。こうしよう。次は線に沿って糸のこで切っていこうと思います。弓のこで切るためにどこかに穴を開けていきます。この穴の開いたところにこの糸の子を通して切っていくんですが、ちょっと外に持っていこうと思います。もっと大きな穴を開けなければならないですね。これだけ開けば入るかな。なんとか切り抜きましたが、うまくなぞって切ることができませんでした。まあそれはいいんですが、ここの取っ手は取れちゃうし、使い慣れないのでうまくいかないし、手は痛くなるし、でも別にこの形悪くないので、ちょっとサンドペーパーをかけて、紙やすりが終わったので、額とこのベニヤ板にジェッソを塗っていきます。ジェッソを塗る前に、この金具を外していきます。これらはなくさないようにここに入れておきます。ではジェッソが乾くのを待とうと思います。ジェッソが乾きました。で、今回は画用紙にペンとインクで絵を描いていきます。数週間の間このガラスをどうしようか考えてて、これとかアクリル絵の具で塗ろうと思ってるんですけど、ガラスに直接これをつけるとアクリル絵の具がガラスにくっついてしまいます。なのでガラスを外してこれを先に入れて、その下にガラスを入れて、で、それで紙を
入れようと思います。で、紙は直接ガラスに触れるのでペンとインクで書けばつかないかどうかわかんないんですけど、アクリル絵の具よりは全然いいと思うのでペンとインクで書くことにしました。で、ここに絵を描くのでここに線を引いていきます。こんな感じかな。絵はこの内側に描きます。で、ここにマスキングテープで留めていきます。最後にペンを使った時の手入れが悪かったのですごくペンが描きづらいです。ペン先を取り替えてさっきより少し良くなったんですけど、それでもすごく書きづらいです。手入れはちゃんとしなくちゃいけませんね。昨日インクで描いた絵に水彩絵の具で色を塗っていこうと思います。
絵が完成しました。これは電球を取り替える人というタイトルです。で、絵を描いたら今度はこれですね。この絵にマッチするように色を塗っていこうと思います。ではここに色を塗っていきます。ちょっとこの絵の光を際立たせたいので濃い色で塗っていこうと思います。この絵はパレットの上に貼っているのでテープを剥がしてパレットを使いたいと思います。ここに合わさる部分は黒く塗ろうと思います。この部分ガラスに当たるからこの絵の具はガラスにくっついちゃうと思うんですけど、まあ裏だからいいやってことですね。平面の絵と違ってこういう立体的なところを見るのは面倒くさくてあんまり好きではないです。ではいいものを作りました。このベニヤ板とこの絵を早くこうやって合わせて見てみたいんですが、これが乾かないとここにくっつけられないのでちょっと待とうと思います。もう一つやることがあるんですが、この額最初にお話ししたんですが、ここの溝はガラスを入れてベニヤ板を入れてしまうともうここの高さがなくなってしまいます。なので最初に額と同じ大きさに切ったこのベニヤ板で蓋をしようと思います。で、これだけで終わらせるつもりだったんですが、数週間考えて思いついたのは、このベニヤ板をこういう風に四角く紙の大きさにくり抜いて、このベニヤ板の蓋を取り外しができるようにしようと思います。これを切り抜いた時はうまくいかなかったんですけど、ちょっと糸のこの切り方を調べたので、今度はちゃんと切ろうと思います。この持ち手が簡単に取れちゃうので、こんな風に切っていたのもうまくいかない原因だったので、今度はこんなものを用意しました。で、このクランプで固定することにしました。なんか大きい刃も入っていたので、大きい刃の方がいいかな。なんとか切り抜くことができました。で、この部分をこっちに貼り付けようと思います。まずは木工用ボンドをつけます。で、これを乗せます。で、これを貼り付けます。8箇所穴を開けます。ネジは8本。こういう感じになりました。これでもいいんですけど、ここの部分ちょっと書き足していこうと思います。
とりあえずこんな感じになりました。画用紙の方の絵を入れるとこうなります。ここは違う色を塗ります。外でスプレーペイントしようと思うんですけど、今日は雨なので明日ここに塗っていこうと思います。まあ何日もかかっていますが、もうすぐ完成です。この部分にジェスを塗っていませんが、まあいいかな。天気も良かったので外でスプレーペイントをしてきました。とりあえず額の裏と側面に黒で色を塗りました。天気がいいので早く乾くと思います。乾かしている間にこれにニスを塗っていこうと思います。今回は艶消しのニスがいいかなと思ったので艶消しのニスを塗っていきます。額の裏側が乾いていたら、今度は額の表側にスプレーしていこうと思います。ペイントが乾いたので裏に金具をつけていきます。ガラスと絵を入れて蓋をして、でこれをつけます。あとはこの紐をつけます。これで完成です。ちょっと日数がかかってしまいましたが完成しました。艶消しになってるのでここが光らなくてよく見えます。この外側がこの絵が透けてるみたいに見えて面白いなと思います。こんな感じですね。裏もこんな感じです。で横はね、ここがこういう感じになっちゃってるんですけど、まあこんな感じです。ということで今回はかなり前に100円だったか忘れちゃったけど100均で買った額にかなりの時間と労力をかけて一手間加えてみました。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、それからコメントなんかもいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。